皆さんこんにちは、渡辺裕之です。では今回はシンゲレンの野望キシリア編最良エンド、目指そうということで続きをやっていきたいと思います。前回までに地球降下作戦を発動済みで、オデッサ取った後ですね、地球の各方面へと軍を送り込んでいるという状態です。今三兵列で、連邦のね基地を狙っているという状況で、まず一つはこのベルファストですね。ベルファストに対してはご覧の艦隊が向かっていますが、攻撃空母4隻、ザンジバルが3隻、さらに、ごめんなさい、ザンジバルが1隻、ザンジバル海が3隻ですね。それにラプササスの、3号機、それにグラブロが2機ということで、まあある程度盤石かなというところですね。で、もう一つ、キリマンジャロ。ここがちょっと硬そうな気配がありますが、こちらもですね、ザンジバル海が5隻、6隻というところに、ザンジバルが2隻なので、まあ、ゴリ押しで攻めようかなというところですね。続いて、トリントン、トリトンですね、オーストラリア。ここも、モビルスーツ部隊、あるいはザンジバル出てるので、これで攻略を進めていきましょう。あとですね、戦略メニューの方に戻って開発を行っておくものがあるかどうか確認しましょう。まあ、新兵器の開発はもうここに至ってはないかなというところなので、まあ、ジョニー・ライデン専用機とかありますけどね、お金に余裕が決してあるわけではないので、この後使っていく可能性のある機体を中心にやっていきましょう。どうしようかな。何かね、ある程度、強い機体というか戦える機体を作っていきたいので、イフリート海、これ改造しとく、イフリート海をちょっと、一つ候補に挙げましょう。ギャンとかもね、格闘戦メインになっちゃうんでちょっと使いづらいっていうのがあるんですよね。ギャン、グフ、このあたりは。でグラブロはもうマックス改良済みですね。あとケンプファー、まあ、このあたりかな、もし改良するんであれば。でゲルググ、初期生産型ガトー専用機、あとはシャー専用機、さらにランバラール専用機とありますが、まあ、これも1機ずつしか作れないので、まあ改造する必要はちょっと残念ながらないかなというところですね。あとは黒い3連星のゲルググ、これも3機までしか作れないので、なかなか汎用性には欠けるかなというところですね。まあ、ザクももう今更というところなので、そうするとやっぱりゲンプファー、まあ、ドーム、あとはドームかな。ドムキャノンとか作るんだったら、ここはゲンプファーにしときましょう。能力的には申し分ないので、まあ、まずは水力強化ですね。でさらに装甲も強化しておきます。これをこの後量産体制に入っていきましょう。で拠点作る場所はやっぱり一番今敵に近い場所になっているここ、オデッサで作りましょう。地球で作ってそのまま配備した方が、まあ、早いですからね。もちろんギリギリいっぱいいっぱいになってくるようであれば、宇宙で作ってそれを輸送するっていう体制もね必要になってくるかなとは思いますが、まあ、ケンプファーと言いつついきなり違うものを作ってますけど、ガルバルディですね。であとはまあここマドラス、ここでもガルバルディを作っていきましょう。ゲルググ、ガルバルディ、これを最優先で生産して、余ったもので、ケンプファーを作っていきましょうか。では、まずどっから仕置きする？トリトン基地からいきますか。トリトン基地の攻略に入ります。
今回で舞台がどんだけ入れるかだよね。全舞台突入できないとちょっと面倒なので、今回は敵に近づきつつも、舞台が一斉に突入できるタイミングを一旦待ちましょう。よし、こんなところでいいかな。でザンジバル界、コッセルのザンジバル界も進撃させましょう。これで次のターンにトリトン基地は攻撃がかけられそうかなというところですね。で続いて、キリマンジャロ、ここはもうこのターンで入れるんだったら入っちゃいましょう。ちょっと敵の数がわからないので不安もありますが、突入です。キリマンジャロ取ってトリトン取ってベルファストを取れば、もう本当に北米南米、まああとハワイが残ってるのかな、まあ、それくらいになるので一気に攻略が進むと思います。まあコツコツ資源も確保していきましょう。ベルファストはこのターンではとても入れないので、じわじわと近づいていきます。あ、でももう入れるかっていうぐらいにはなるんだ。さすがにみんな足が長いね。ザンジバルはただやっぱり足は遅いで、むちゃくちゃに。なんでザンジバルの到着を待つ必要はありますね。ここはミノフスキー粒子を散布して、後続の残地バル部隊が突入できるタイミングを待ちます。よし、これで、ここも OK ですね。ではターンを進めていきましょう。宇宙はもう見る必要はないと思います。マドラスも、舞台を戻りきれないのか、このターンでは。マドラスだけちょっと微妙な展開になってたと思うんで注意だけはしましょう。ジョブジョンのガンタンクを撃破。
さあ敵のターンですね。この敵のターンであまりモビルスーツ、もちろん戦艦クラスの損害が出ないようにうまく振る舞えれば OK かな。北京にちょっと敵の部隊が今ちらっと迫りつつある様子があったので、ちょっとそこだけ心配かな。ゲルグが危なかったね。今モビルスーツは一気も失いたくないという状態なので、さあ北京に敵部隊が侵入、まあこれは撃破できるでしょう、お任せでも。ただ北京もモビルスーツ増強はしておく必要がありそうですね。この後モビルスーツは北京にも増強をかけておきましょう。まあガルバルディかゲルググかと。マドラスだよ、問題は。マドラスきっちりと処置しないと。まあ、ゲルググでしょ。あと敵はフィッシュアイばっかなんだよね。ガルバルディだったら十分にフィッシュアイ撃破できんじゃないのっていう気もするけど。攻撃がそもそも入らない、そういうこと？フィッシュアイにはだからずっとここに居続ける人になるんだな。そうなるとちょっと微妙だな。お互いにやることがないっていう。だったらターンは進めちゃいましょう、もう全軍委任で。で次のターンでゲルグが4機か5機か入ってくるんで、それでカバーしましょう。マドラスと北京には集中的にモビルスーツを増産していきます。キリマンジャロだ。ここは自ら指揮を取りましょう。もうねすぐ忘れちゃうんで、次のターンでキリマンジャロと北京に部隊を増強するというのを忘れずに置きます。ではモビルスーツ部隊発進していきましょう。ゲルググ数がちょっと足りないな。ここは確実に部隊を撃破して進みましょう。足の遅い使えないものは置いていく。ズゴックをちょっと一旦ここに置いて、あとは敵基地を目指します。まあ、ここも問題なく攻略はできそうかな。ちょっと敵のモビルスーツ部隊に、強力なものがいないかどうかというのだけはもちろん確認が必要かなとは思うんですが、まあ、それくらいですかね。ちょっとこの状態だとパッと見だとわからないんですが、核バズーカを持ってるガンダム試作2号機さえなければ大丈夫。硬いね、敵のモビルスーツ。ここまで来るとガウがやられるのは避けたいから、ザンジバルもちょっと沈まないでほしいわ。ガウは一旦下げよう。ハモンさんも逃げよう。次のターンでモビルスーツ部隊は発進できるかな。中央部はね、
ここも次のターンでモビルスーツ部隊は出せそう。ここは一旦散布して逃れておきます。いやー、水中型ガンダム強いね。キリマンジャロはとはいえ主力集めてるんで、まあ、耐えてもらいましょう。ゲルググ、量産型ゲルググ一気失いましたね。ズゴック危なかったな。これ一旦下げましょう。モビルスーツはできるだけ失いたくないというのはありますので、むしろこいつをおとりに使うというのも手だな。下のここのねモビルスーツ3機を引きつける役割を果たしてもらう。ズゴック E は行き過ぎは戻すと。で、モビルスーツ部隊は出していきましょう。キャノン。まあ、ゲルグキャノンは結構優秀な機体なんで、まあ、何が優秀かってやっぱり射程がね優秀ですよね。すごく。さて、主力はモビルスーツ部隊を出しましょう。ここも量産型ゲルグから発艦。ちょっとまだでも場所がよろしくない。こういう時ドムがいると楽ですよね。攻略がやっぱりドムがいるだけで、まあ、ただ残念ながらドムはいないので、ドムなしでこのまま進めていきましょう。残りはちょっとこのまま前進します。あまりにもちょっとね足が遅すぎるので、モビルスーツ部隊を出したものは出したものの、ここモビルスーツを一機失うことになりそうだな。ズゴックちょっと走行はゆるゆるだな。まあ、ただ水中戦での機動力は捨てがたいので、どうしても頼らざるを得ない部分はありますね。下から処置していく。まずゲルググは逃げてもらわなきゃいけないので逃がすと。で、画面中央部ですね。ズゴックはまだ全然回復してないので、このまま。いやー、ちょっとドライゼはもうちょっと前に進出してからだな。
モビルスーツを降ろすのは、シュタイナーももうちょっと頑張ってほしい。どうしても足の遅さが目につくからね。せっかくの戦力がうまく活かせていない。ここはやっぱり地形適性を無視した戦力構成になってしまっているので、まあ仕方がないといえば仕方がない部分にはなっているかなとは思います。パーフェクトジョングが出せない。しょうがない。さすがゲルググキャノン。フロンタルの今パーフェクトジョングどうだった？ゲルググ量産型は一気失いましたね。ガウが残った。3連星のゲルググも大丈夫そうですね。さあこのターンでもう大体蹴りがつきそうな感じはしますが、確実に仕留めにかかりましょう。というかもうここまで来たら移民しちゃって大丈夫そうだね。敵のモビルスーツも、ここに4機、ここに3機だけなので移民しちゃいましょう。で次のターンで、まあ、確実にキリマンジャロは落とせるかなと思います。では忘れないうちにマドラスと北京でモビルスーツを増やしましょう。増やすモビルスーツは、まあ、先ほど来お話しているようにまずはガルバルディでしょ。でゲルググ系空きがあればゲルググで、このマドラスに関して言うと、まあ、正直言って水陸両用タイプが欲しいので、まああまり強化はしてないんですが、ズゴクで北京に関してはもう単純に強い部隊が欲しいので、ガルバルディ、これで大丈夫かな。生産系に関してはではまずトリトンからですね、モビルスーツを敵基地へ侵入させていきます。あ、ちょっとでもね回復した状態で敵基地には突入してもらいたいので、一旦格納できるのであれば格納しちゃいます。もちろんね格納が間に合わないとか格納してると逆にもったいないとかあればその限りではないですね。ザンジバルが一機狙われる可能性がありますが、まあ、耐えてもらいましょう。これがトリトンです。でキリマンジャロはもう全部隊突入済みなのでこのままで、トリトンがトリントンじゃない、ベルファストですね。が入れるのがどんくらいいるか。ちょっとあんまり入れるやついないな。となれば、囲んじゃいましょう。得意の囲み戦術。これで、モビルスーツ部隊を展開させない。できるね。
ちょっと足が届かないかな。というか、囲むのに数が一気足りなかったね。ここが突破される突破口になってますが、まあ、しょうがないですね。では、時間を進めていきましょう。宇宙は見なくて OK ですね。もうね、結構パイロットも降ろしているので、ガルシアとか残っちゃっていますけど、まあ、ほっといていいでしょう。バーミンガムって能力どうなの実際。ちょっと確認しましょうか。耐久1200か、さすがだな。で、メガ粒子砲にレーザー砲ミサイルランチャーと。さすがの強さだね。制圧打ち上げ。打ち上げも可能か。バーミンガムは宇宙専用の艦船にはなっちゃいますけど、まあさすがの強さだな。キリマンジャロからジャブロを攻撃するときは主力部隊を送り込めばいいので、無理に北米を狙うつもりはないんですが、それ以前に、しっかりと敵を削っておかなきゃいけないんですよね。ズーゴックが一気。まあ、こんだけ囲まれたらしょうがないね。まあ、ただキリマンジャロに突入させなかったというだけでも、十分価値はあるかなと思います。ストリトン基地、ここも戦力的にはこちらの方が有利かなと思うんですけどね。敵のモビルスーツの数はパッと見では12、それにユーコーンが1隻っていうところかな、まあ、これだったら十分に制圧可能だと思います。周りから固めていきましょう。確実にパーフェクトジオング、誰乗ってるんだここのパーフェクトジオング、ちょっと確認しましょう。ハマーンか、ハマーン様のジオング。いや、さらにレベル1個上がって強くなってるね。ハマーン求心力がついに80台に突入しましたね。モビルスーツといってもフィッシュアイが何隻か、何機か混ざってそうな感じだな。マリガンのザンジバル沈められるのは避けたいな。マリガンはこれ以上突出するのは避けて、まずはハマーン様から出していこう。さらにゲルググ、ちょっと足がやっぱりいまいちだよな。ギャン、シュタイナーのザンジバルはもうちょっと前に出して散布しちゃおう。でゲルググキャノンはやっぱ出したいので出して、ちょっと一か八か賭けはしたくないんですが、モビルスーツ隊ここで下ろすよりももうちょっと前で下ろしたいので、ザンジバルを前進させましょう。一旦休ませたいね、ここでゾックが。こっちのゾックは出しちゃおう。まあ、ゾック自体もね、強化、改造はしてあるので、まあ、囲まれても持ちこたえてはくれるとは思います。
いや、とはいえ、ソック結構削られたね、今。さあ、手薄になった敵基地に攻撃を仕掛けていきます。まあ、しまった。ズゴックなんて動かさずに最優先でゲルグキャノンを動かすべきだったな。失態だな。で、このゾックは沈められたくないので一旦戻して、このゾックでフィッシュアイを撃破しちゃいましょう。で、このザンジバルはどうせ陸揚げできないので一旦上がります。ゾックが一機危ないな。思ってるフィッシュアイ火力がありますね。ゾック残った。よく残った。失いたくないゾックは確実に格納する。ゲルグキャノンも出す。だは、足がとろすぎるな。高機動型ゲルグの名前返上しないとダメだな、このとろさだと。よし、これでいいかな。トリトン基地も次のターンで制圧は可能そうな感じがしますね。北京は任せちゃって大丈夫でしょう、花から。ただ北京もね、モビルスーツ部隊は増強していかないとちょろちょろと敵が侵入してくる構えがあったので。マドラスよ、マドラス。マドラスが一番心配。結局このフィッシュアイに攻撃が通らないからね。故に水陸両用タイプのゾックを生産体制に入ったんですけど、ズゴックはもうちょっと数が必要かな。ここマドラスに関しては。さあ、キリマンジャラ大詰めですね。とはいえ硬いな。
ここはもうゲルググ部隊でタコ殴りにしよう。いやー、ゲルググこういうところ苦手だわ、本当に。ドライゼがちょっと危ないかな。持ちこたえてもらわないと。残暑までは失いたくないので、ここはもう全軍人で終わると思います。終わらせましょう。キリマンジャロは取ります。基地中心部のキリマンジャロ取りましたね。あとは敵モビルスーツ部隊の排除にかかりましょう。さあ、では資源がちょっと不足気味なので、特別発動で資源を購入していきましょう。で、北京マドラスにモビルスーツを生産していきましょう。まずはマドラスだな。すごく、あとはザンジバル回を1個ぐらい作っておきたいかな。まあ、ちょっと今回はもういっぱいいっぱいまでモビルスーツ作っちゃいましたけど。であとは北京ですね。北京はガルバルディが6機7機生産体制入ってるので、ここはザンジバル回がないけど、ザンジバルだね。あとオデッサでモビルスーツを生産しておきましょう。オデッサで生産するモビルスーツどうする？ガルバルディだね。ガルバルディにケンプファー。ケンプファーは1機しか作れないか。航空機だね、完全に。で、部隊出撃させていきましょう。ズボック E は出撃させて制圧活動にまた入ってもらいます。で、あとどうだろう、敵モビルスーツがある程度散開してきているので、こいつらも叩いておきたいけど、ガルバルディ出す？ガルバルディ、グラブロがちょっと余ってんだな。グラブロも攻撃の委任をしちゃおう。グラブロはそうそうは落ちないだろう。キリマンジャロは取ったので、キリマンジャロも生産体制に入りましょうか。とはいえ生産できるのはケンプは生産できないんで、一旦ターンを見送っちゃう。で、アフリカ大陸をまあ順調に駆逐しつつ、そうそう、ここだ、すっかり忘れていた。あまり敵の数多くなさそうな感じがしますね。ここトリトン基地、部隊数とかちょっと不明ですね。ベルファスト取れれば、もう、ジャブローへの侵入経路を確保する上では盤石になるので、まあ、幸い敵がモビルスーツをある程度分散してくれてるんで、
基地攻撃はしやすい。これまだ余裕があるよっていう証なのか、それとも単にコンピューターがイージーなのでバカなのかがわからないところではありますけどね。コッセル、コッセル、ザンジバル沈められちゃダメだよ。トリトン基地、まずここの攻略を確実に行いましょう。そうか、海岸を固めてんだなこいつらは。モビルスーツ失いたくないんで、ちょっと慎重に発進するモビルスーツは厳選しないといけないかな。ここにいるのはガンダムかジムか、ちょっと見た目では判断できなかったな。ゲルグキャノンがいれば、まあ、安心は安心だね。いやー、足が遅い。本当に足が遅い。あとは敵モビルスーツを相当していきます。まあ、ベルファスト、トリトン、キリマンジャロと、目標にしていた3つの基地の攻略は、なんとかなりそうですね。北京もこのターンは大丈夫でしょう。短期で突入してくるやつの、気が知れないけど偵察できたのかな。マドラスよ、マドラス。ただズゴックが配備されたはずなんで、敵のフィッシュアイはね、これで数減らせると思います。マドラス無駄に戦力増強してるんだよね。ベルファスト基地、結構敵のモビルスーツ多そうだな。パッと見敵のモビルスーツはここにジム、ガンダムではないと思う、ジム。ここジムストライカーが1機、他はジムだと思うんですけどね。恐れている、一番恐れているモビルスーツ。ガンダム試作。ホニャララはいなそうなので安心だな。ズゴック隊を出していきます。ズゴック、ただちょっとね、ここまで不安要素としてはあまり装甲が厚くないなという印象があるので、そこだけ心配ですね。さすがに水中、水陸両タイプのモビルスーツは水中での動作が機敏で助かるわ。
フィッシュアイとはいえ失いたくないというか、フィッシュアイ結構火力あるよねやっぱり。なので戻して回復させましょう。で上陸していきます。敵が迫ってきてるな。ちょっとこれは散布しとこう。しっかり。おっと、こんなところにグラブロがいるじゃないか。もったいない。うお、いろいろもったいないことしてた。ちょっとグラブロはもう委任しちゃおう。どうせ拠点の制圧はできないんで。アプラサスもそうなんだよね。ただこいつ移民すると味方巻き込んでマップ兵器ぶっ放してくる恐れがあるんで、ちょっとそれを避けるためにグラブロだけは自分で操作しましょう。うん、グラブロじゃない、アプラサスですね。まあ水陸両用機は機動力はやっぱり高いけど、装甲と火力はまあ強化していないとはいえ若干難があるな。まあ今のすごくいいはしょうがないと思うんですよね。もうあらゆる方向から敵の攻撃を受けていたという状況があったんで、今のはね全然しょうがないかなとは思いますけど。さあここからだな。モビルスーツ部隊、特にゲルググ部隊を出して一気に敵を追い落としていく。はいねー、動きが。でベルファストを取ればこの次のターンで、あ、キリマンジャロはいいですね。トリトンも取れるので3つの敵基地を攻略することが完了します。直接ジャブローを攻め落とす。
よく言ったマクベ。わかりました、一個いたします。ジャブロー攻略作戦を発動しましょう。了解しました。ジャブロー攻略作戦の開始を全軍に通達します。よろしく頼むぞ。なのでまずキリマンジャロにモビルスーツ部隊を集めていきます。キリマンジャロにモビルスーツ部隊集めるんだけど、どうだろうね。結局この北京とかもね、敵の攻撃が止まないといえば止まないので、北京外せないよね。マドラスもちょっと外せないんだよな。こんだけの戦力いるんですけど、まあ、ただキリマンジャロ最優先で部隊は生産していきましょう。モビルスーツ部隊を生産していきます。ズゴクズゴク E が消耗激しいな。であとはオデッサ、まあ、ここもね、モビルスーツとしては生産したら、そのまま、ジャブロ攻略に向かってもらうと。舞台こんだけいるんだな。そうすると、まあ、一部の守備隊を残して部隊はキリマンジャロへと移動させましょう。まあ、ザンジバル、バロムのザンジバル残して残りは全部輸送だな。まあ、ここにアルビオンとガンダム、水中型ガンダムが4機いるんですが、これ退けるのにザンジバルだけで大丈夫かっていう不安はあるな。ズゴックも何機か残しましょうか。まあ、いずれにしても輸送開始します。ズゴックを S 型をじゃあこんだけ残そうに、ザンジバルね、残りは全員。キリマンジャロへ輸送、ま、持ってくれるとは思います。で、北京は危ないので、さっきお話した通り現状維持で、マドラスも動かしようがないので現状維持で、オデッサは部隊を、いやー、オデッサでも敵がちょっと集まってきてるね。危険な香りがする。なのでオデッサではモビルスーツ生産しよう。ゲルググキャノン間違いないからね。じゃあベルファスト攻略このターンで終わらせましょう。あれ、コンスコン入りきらなかったの、まだ。一気で侵入してくるとはな、このトリトンに。しかも仕留められないというパターン。北京も大丈夫でしょう。あの、まとまった数一気に侵入してこない限りは、パラパラ侵入してくる分には迎撃可能だと思います。一番怖いのがね、あの10機20機とかっていう単位で、同時に侵入されると危ないかなっていう感じですね。マドラスの方も水陸両用タイプのズゴックが
さらに増強されるはずなので、ほっといても防衛はできると思います。で、ベルファストももう終わりだね。移入しちゃいましょう。よし、ベルファストの攻略完了です。マドラスが心配なので、マドラスには、モビルスーツ部隊を増強しておきます。あとは一気に敵の本拠地ジャブロを攻略してまいります。では、1時間経ちますので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、ジャブロ攻略始めていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。